皆さんこんにちは。東京動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はデジタルサービス局デジタルサービス推進部よりキングサーモンプロジェクト、スタートアップと行政によるタッグと題しまして、東京都とスタートアップの共同による課題解決の取り組みをご紹介します。まずキングサーモンプロジェクトについて概要をご説明します。このキングサーモンプロジェクトは、都政現場において東京都が独創的なアイデアや先端的なプロダクトを提供するスタートアップと共同して課題の解決に取り組むプロジェクトです。都へのプロダクトの本格導入をきっかけとしたスタートアップのさらなる成長を目的としています。具体的に説明しますと、東京都には学校、水族館、文化施設、福祉施設、病院、公園などいろいろな都政現場がありますが、より質の高いサービスの提供に向け、いわゆる社会課題の解決の必要性に直面している最前線でもあります。一方でスタートアップは社会課題の解決に役立つ革新的な製品やサービスを持っていますが、その知名度は低く、トライアル的に導入する場が不足しています。そこでこのプロジェクトでは、都政現場にスタートアップの製品・サービスを先行的に導入するプロジェクトを実施し、東京都とスタートアップが共同しながら現場の課題解決を図っていきます。そして課題解決にあたり、スタートアップの製品・サービスの有用性が認められると、スタートアップを新商品などの生産・提供により新たな事業分野の開拓を図るものに認定します。この認定により、東京都は競争入札によらず、スタートアップの製品などを購入することが可能となるため、スピーディーに都政現場に導入が進んでいきます。このような形で、東京都がスタートアップの製品・サービスをいち早く採用するアーリーアダプターとなることで、スタートアップの成長を後押しします。そもそもなぜキングサーモンという名称なのか、気になる方もいるのではないでしょうか。こちらは鮭の生態系になぞらえ名前が付けられています。川で生まれた鮭は海に下り、成長してから生まれた川に戻ってくる習性があります。キングサーモンプロジェクトという名称は、東京とともに成長したスタートアップがグローバルの大会でさらに大きく成長し、ゆくゆくは東京でまた後に続くスタートアップを生み育てるような存在になって帰ってきてもらいたいという願いを表現しています。さて、それでは実際に都政現場にてスタートアップの製品・サービスを活用し課題解決に取り組んだ先行導入プロジェクトをご紹介します。2020年第1期では4つの都政現場にてスタートアップと共同しました。1つ目にスタートアップによる介護分野の課題解決についてご紹介します。株式会社イノフィスのマッスルスーツエブリーを都立日野両護園に導入しました。マッスルスーツは電力を使わずに空気圧式の人工筋肉でパワーアシストする製品です。結果として腰などへの身体的負荷の軽減において有用性が認められました。こちらは2022年5月に実施したイベントにおいて、実際に宮坂副知事が試着した際の動画です。簡単に装着でき、20キロの重たいお米も腰の負担が少なく持ち上げることができます。2つ目にスタートアップによる医療分野の課題解決についてご紹介します。トリプル W ジャパン株式会社の D フリーを広尾病院、北東病院に導入しました。こちらは超音波技術を用いて排尿を予測するデバイスです。結果として利用者の排尿に関する自立度改善や QOL の向上が認められ、排泄介助の業務負担軽減につながりました。3つ目もスタートアップによる医療分野の課題解決についてご紹介します。ホロワイズ株式会社のホロワイズ MD およびホロワイズ VS を北東病院多摩総合医療センターに導入しました。
こちらは CT や MRI 画像データからバーチャルリアリティを作成し、手術シミュレーションなどを可能とするサービスです。結果として VR 化された 3D データを手術前カンファレンスやシミュレーションに活用することで、医師の負担軽減が認められ、医療事故、ミスのリスク軽減、若手医師の研修効果向上につながります。最後に、スタートアップによる観光分野の課題解決についてご紹介します。ウァメイジング株式会社の訪日外国人旅行者向け観光プラットフォームウァメイジングを東京国際クルーズターミナルに導入しました。こちらは複数のサービスのうち3つのサービスを提供しています。1つ目のサービスは訪日観光客向けに無料 SIM カードの提供です。2つ目はオンラインで事前に購入した交通チケットを専用端末で受け取ることができるサービスです。3つ目はこちらもオンライン上で免税商品を購入、予約し、専用端末で受け取ることができるサービスです。結果としてインバウンドの消費の拡大と周遊利便性の向上が認められました。各スタートアップの製品サービスの有用性が認められ、現在も病院などの都政現場に導入されています。今年度始まりました第2期は3件の先行導入プロジェクトを実施しています。まず、まちづくり分野では株式会社サイキック VR ラボを選定し、都市整備局と連携しながらバーチャルコンテンツを通じて東京の街の魅力を効果的に発信していきます。次に、教育分野では株式会社エドガが都立田無工業高校において建築現場での危険作業などの実習を VR で実現していきます。さらに、農業分野では銀座ファーム株式会社が都立大島高校でロボットを活用し、広大な農場の管理を省力化・高度化していきます。今年度はスタートアップと共同しながら3つの都政現場において課題解決を進めています。東京都は高い技術と柔軟な発想にあふれたスタートアップとともに、共同をさらに前進させ、東京都の課題解決をきっかけにスタートアップの飛躍的な成長を支援していきます。動画をご覧いただきましてありがとうございました。